ダニエル・ジェイコブスはアメリカ合衆国のプロボクサー。ニューヨーク・ブルック・リンク出身。元 IBF 世界ミドル級王座。元 WBA 世界ミドル級王者。プレミアボクシングチャンピオンズではテレビ解説者としても活動している。2003年ジュニアオリンピックに出場し優勝。2004年全米選手権にウェルター級で出場するも1回戦敗退。ナショナルゴールデンローブに ウェルター級で出場1回戦でフェルナンド・ゲレーロ準決勝でオースティントラウトを破り優勝2005年全米選手権にウェルター級で出場し準決勝でオースティントラウトを破るが決勝でデメトリアス・アンドラーデに破れ敗退モスクワで開催されたワールドカップにミドル級で出場するモマット・コロボフに敗退2006年全米選手権に ミドル級で出場し決勝で、ショーン・ポーターを破り優勝。2007年、全米選手権に、ミドル級で出場するが準々決勝で、ショーン・ポーターに敗退した。オリンピック国内予選会に、ミドル級で出場、ショーン・ポーターに二度勝利するも、ショーン・エストラーダに二度敗れて、オリンピック出場権を逃した。アマチュア時代の戦績は137勝7敗。 2007年12月8日、ネバダ州ラスベガスの MGM グランドガーデンアリーナでデビュー戦を行い、初回29秒超高速 TKO 勝ち、白星でデビューを飾った。2009年8月22日、ヒューストンのトヨタセンターで、後の IBF 世界、スーパーウェルター級王者イシュー・スミスとナボ、北米ミドル級王座決定戦を行い、 プロ初の苦戦をするも、10回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2010年5月15日、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンシアターで、ファンアストルガと対戦し、2回51秒、TKO 勝ちを収めナブ王座の初防衛、ナブフ王座の獲得に成功した。2010年7月31日、マンダレーベイイベントセンターで、 ファンマヌエル・マルケス VS ファン、ディアスの前座で、ディミトリー・ピログと、WBO 世界ミドル級王座決定戦を行い、4回までは、判定で39から37と3者ともにリードを、していたが、5回に、右フックで痛烈なガンを奪われるとそのまま、レフェリーストップ。プロ初黒星となる5回57秒、逆転 TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。 2011年5月、脊椎の骨肉腫と診断された。2012年10月20日、治療でブランクを作り1年7ヶ月ぶりの復帰戦。ニューヨークのバークレイズセンターで、ジョシュル・テランと対戦し、初回1分33秒 TKO 勝ち。2013年8月19日、ベストバイシアターで、ジョバンニ・ロレンソと WBC アメリカ大陸ミドル級、王座決定戦を行い、 3回2分5秒、TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2014年8月9日、バークレイズセンターで、ダニー・ガルシア VS ロット・サルカの前座で登場。WBA 世界ミドル級王者ゲンナジー・ゴロフキンのスーパー王座に認定に伴いジャロット・フレッチャーと、WBA 世界ミドル級王座決定戦を行い、5回2分58秒、 TKO 勝ちを収め悲願の王座獲得に成功した。9月7日、WBA はジェイコブスを2014年8月度の月間 MVP に選出した。2015年1月9日、ゴールデンボーイプロモーションズからプロモート権を破棄され、同プロモーションを離脱した。2015年4月24日、 シカゴの UIC パビリオンで、アンソニー・ディレル VS バドゥジャックの前座で、WBA 世界ミドル級4位のカレブトルアックスと対戦。初回からペースを握るも攻めあぐねるもどかしい試験会が、続き12回にようやく、レフェリーストップ。12回2分12秒 TKO 勝ちを収め、初防衛に成功した。2015年8月1日、バークレイズセンターで、ダニー・ガルシア対、 ポール・マリナッジの前座で、元 WBC 世界、スーパーウェルター級王者で、WBA 世界ミドル級10位のセルヒオ・モラと対戦し、初回にお互いにダウンを喫するが、2回に再びモラがダウンを喫した際に、足首の異常を訴え試合を危険、棄権2回2分55秒 TKO 勝ちを収め、2度目の防衛に成功した。モラは、単価で、リングから運び出され、 右足首を骨折していたことが判明した。2015年12月5日、バークレイズセンターで、元 WBO 世界ミドル級王者で、WBA 世界ミドル級5位のピーター・クイリンと対戦し、右ストレートが顎にヒットしぐらつかせた後に、連打の猛攻で棒立ちにさせフラフラになったところで、レフェリーストップ。初回1分25秒 TKO 勝ちを収め、3度目の、 防衛に成功した。12月10日、WBA はジェイコブスを2015年11月度の月間優秀選手賞に選出した。2016年7月30日、バークレイズセンターで、レオ・サンタクルス VS カール・フランプトンの前座で、元 WBC 世界、スーパーウェルター級王者のセルヒオモラト約1年ぶりに再選し、4度目の防衛を目指す予定だったが、 スパーリング中に肩を痛めたため延期となった。当初は元 WBO 世界ミドル級王者のアンディリーと対戦する予定だったが、リーがランキングに入っておらず前回の対戦で微妙な決着となったモラとの再戦を選んでいた。2016年9月9日、ペンシルベニア州レディングのサンタンデールアリーナで延期になっていた元 WBC 世界スーパーウェルター級王者で、 WBA 世界ミドル級15位のセルヒオ・モラと1年1ヶ月ぶりに再戦し、4回と5回に1度ずつ、7回に3度の、計語度ダウンを奪い7回2分8秒、TKO 勝ちを収め、4度目の防衛に成功した。2016年9月13日、WBA は、WBA 世界ミドル級、スーパーのゲンナジー・ロフキンと、正規王者のジェイコブスに対して、 対戦指令を出したが、WBA の規定で報酬の配分は、スーパー王者は七十五パーセント、正規王者は二十五パーセントと定められているが、ジェイコブス陣営が規定よりも多い四十パーセントの配分を要求するなど交渉が難航し、交渉をまとめることができなかったため、コロフキンのプロモーターのトム・ローファーにより、王座統一戦の中止と、引き続き交渉を継続して二千十七年の早い、 時期に実現を目指すことが10月19日に発表された。2017年3月18日、マディソンスクエアガーデンで WBA スーパー WBCIBF 世界ミドル級王者のゲンナジーゴロフ付近と王座統一戦を行う予定だったが IBF が義務付けている当日計量をジェイコブスが拒否したため、ジェイコブスが勝っても IBF 王座は獲得できなくなり、 12回例から3の判定負けを喫し、WBA 王座の統一による正規王座の5度目の防衛に失敗、WBC 王座並びに異ボ王座の獲得にも失敗した。2017年9月23日、アメリカ進出を目論むイギリスのプロモーター、エディ・ハーンが率いるマッチルームスポーツと契約し、テレビ局の HBO と契約した。 2017年11月11日、ニューヨーク州ユニオンデールのナスオベテランズメモリアルコロシアムでルイス・アリアスと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め復帰戦を飾った。2018年4月28日、バークレーズセンターにて WBA 世界ミドル級5位のマチェックスレッキと WBA 世界ミドル級挑戦者決定戦を行い、12回3から0の 判定勝ちを収め挑戦権を獲得した。2018年10月27日、マディソンスクエアガーデンシアターで、IBF 世界ミドル級1位のセルゲーデ・ルフヤンチェンコと、IBF 世界ミドル級王座決定戦を行い、12回判定勝ちを収め王座を獲得した。2019年5月4日、T ・モバイルアリーナで、WBA スーパー WBC 世界ミドル級、 王者サウル・アルバレスと3団体王座統一戦を行い判定負けを喫し王座陥落した。この試合は前日の公式計量に加えてアルバレスが要求しジェイコブスが同意していた試合当日の午前8時にも計量を行い170ポンドまでに体重増を抑える契約が結ばれていたがジェイコブスは173.6ポンドと契約体重を3.6ポンドオーバーし 1>, 1ポンドあたり25万ドルの罰金を支払った。またダゾーンで配信されたこの試合はアメリカ国内で60万人が視聴した。ありがとうございます。